お役立ちドウと CSV。 近年は世界中の企業が社会課題解決への取り組みや社会的責任を果たす活動が求められています。またそのような価値を持続的に提供できる企業かどうかが見られている時代です。その中で約10年前から注目されるようになった経営戦略の一つに CSV、 クリエイティングシェアードバリューがあります。今回は CSV、 日本版 CSV を紹介し、お役立ちドウとの共通点をご紹介します。 CSV とはクリエイティングシェアードバリューの頭文字です。直訳すると共通価値または共有価値の創造。共通価値というのは社会と企業の共通の価値。つまり CSV は社会にとっての価値と企業にとっての価値の共通部分に新たな収益源とイノベーションの源泉を見出した戦略のこと。マイケル・ポーターとマーク・クレーマーによって提唱され、社会価値と経済価値の同時実現を目指しているということです。さらにここでは JCSV と表現されていますが、その戦略の考えを日本的に経営の観点でまとめられたのが、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授の名和先生の提唱する考え方です。ではお役立ちドウと JCSV には大きな共通点があります。それを見ていきましょう。1つ目、社会価値の実現が目的である。つまり社会の役に立つためを目的としている点です。そして2つ目、 JCSV では志は何かを問われるのが日本ならではの JCSV の特徴としている。この点もお役立ちドウ経営に共通します。名和先生によると、志の意味は他者にとって価値のあることをしたいという信念としています。これはまさにお役立ちと言えますね。そして最後の3つ目は、 JCSV が道、つまり道に言及している点。 CSV でいう社会価値を武士道、経済価値を商人道と表現している。さらに道は価値基準であり思想でもあるが、これを極めると作法に体現される。毎日の仕事や生活の中に道が落とし込まれ、いちいち意識しなくても作法にのっとった判断や行動がなされると表現されており、お役立ちドウを歩む人を思わせます。一緒にお役立ちドウを楽しんでいきましょう。